にちは、ブルーコースです。ということで続きやっていきましょうか。ムジュラの仮面です。大爆弾撃ってるよ。欲しいから扱えるか挑戦してみましょう。そうしましょう。ドーン。さあ、大爆弾、音が速くなったら、音が速くなったらやばいから、急いで喋りましょう。おい、ということで、まずは、投げる、転がる。投げる、あ、ちょちょちょ、やばいやばいやばい。この一個、あ、ちょちょ、待って待って。あ、ちょ待って、なんで投げないの？投げろよ、早く。はぁ！爆死させまーす。はい、オッケー。なんか青い血が出てきたけど大丈夫かな？もう一回もう一回。なんで投げないんだろうね。はい、ありがとう。大丈夫？なんかさ、火が、ああ、わかったわかったわかった。火がついた状態でさ、もう実は待機してるとかって、なんか実はもう爆発寸前だったみたいなさ、そういうオチじゃないの。すいません、開始1分で切れ散らかしてすいません。私短気なので、いつでもどこでも切れてるんですよ。切れてないっすよ。切れてる切れてる。切れてる切れてるって言われると、ボディービルダーの人は、なんか喜ぶらしいです。僕はボディービルダーじゃないので、切れてると言われたところでね、切れてへんしって言って、ぶち切れるタイプです。切れてないと言ってぶち切れるタイプです。なんかさ、よくいたんだよね。なんかのさ、中学生の時とかにさ、廊下ですれ違うたんびにさ、なんでそんな怒ってんのって言ってくるバカな女子がいてさ、本当にバカだったんだけどさ、もう心底バカな女子がいたんだけどさ、うん。なんかね、これ以上言うとなんかかわいそうだからさ、あれなんだけどさ、もう大して可愛くもないくせにさ、恋愛にばっかりうつつ抜かしてバスケットボール全然変わらない、同じバスケ部だったんですけどね、女子バスケ部と男子バスケ部で、同じ部活にいたりしたからしたんですけど、まあ、そんなことは どうでも、本当に心底どうでもいいんだけど、うん。ね、小学生の時はなんかスタメンとかだったらしいんだけど、なんかね、中学校入ってね、恋愛ばっかりうつつ抜かして練習なんか適当に過ごしまくってたら、もう全然なんか下手くそのままでね、うん、なんか謎のシュートホームだったね、本当にね。これ落ちない？大丈夫？あ、出たね。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まだ大丈夫だね。おめえ、おめえ、そのところ何してる頃？よいしょ。え？マジで何してる頃？あ、だるまの兄ちゃん！だるまの兄ちゃんだったらあれだね、落とされていくじゃん。父ちゃんがそばに来たわがまま言って泣かない頃、それより兄ちゃん春が来たんだ。春よー、陶器春よー。結局泣くんじゃん。結局泣くんじゃねえかよ。おい。よいしょ。いっけ。やったこと、兄ちゃんありがとう。ということで、今回はまず一発目これやっていきましょうか。一発でクリアできたらかっこいいけどなぁ。どうだったっけなぁ、もう覚えてないんだよな。これでツボツボじゃないや。ビンビンがビンビンになるんだよな。ビンビンのビンビンになるんですよ。金がビンってもうビンビンだよね。魔法力が減ったら、あ、しまった、魔法力先に回復してくればよかった。これ前回パートの続きでやってっから一応。よいしょ。あっしゃー、じゃあ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 、放火の連中いなくなる。みんなはおいらに勝たせ、うん、どんどん出て行けよ。つーつー回復、虫タイプにいいわだよ。もう音痴も小高すぎるよね。ちょっと待って、なんかさ、あいつら早くないか。わー、できれば連続したダメージを食らいたくないよね。ちょっと待って、レースコースを覚えてない。レースのコースを覚えていないから危ない。痛い、やば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 い、痛い、痛い、痛い、やばい、やばい、ちょっと体がなまっている、体がなまっている、だるまーに、なまるまーに、ちょ、お前ら俺のツボツボを破壊していくんじゃないよ。落ちろ、よし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 、突破、こう、そのさ、見えないところで急に速くなってくるやつやめて。ギリ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 、インコース、全然インコースいけてない。ちょっと待って、お前これやろ。いけ、よっしゃ、来た、ちょっと、俺の勝ち。ダメだよ、ノックスやろうだば、お前、兄貴に勝てるかってば、すごいや兄ちゃん、やっぱりダルマの兄ちゃん、この位置。これ、父ちゃんから、
ベースの商品先ん入り。そうだぞ、お前も兄ちゃんみたいに早くなる頃やめとく頃。ああいうね、なんかね、いや、よくわかる。2歳児とか3歳児とかのね、お子様ってね、ちょっと自分の気に入らないことがあるとね、ああやってすぐに泣くんすよ。親としてはね、丸まってほしいんだよね。めっちゃハート出るやん。まあ、いらんわ、もう。だからね、親としてはね、その瞬間がすっげえイラッとする。それは親だってね、思い通りにならないことがあったらイライラするんだけど、なんかね、こう意味なく泣かれるっていう感じがするんだよね、こっちからすると。あーん、なくなっちゃったわ。ドーン、あれちょっと待って、ないわ。ドンゲーロ様に、あれちょっと待って、あの裏ってなんかあんのか。これいけんのかな、普通に泳いで。普通に泳いで登れる。あ、でも何もないのか。意味ないね。じゃあとりあえず魔法力を上げに行きましょう。魔法力を上げに行きたいんだけど、あそこに行くためには、あ、ちょっと待って、普通にスノーヘッドだからあれだ、拭いた方が早いんだ。よし、あのね、プロコンだとやっぱね、何回でも言うけどむずいんだよね、くのが。ちょっとクロックには飛ばない。スノーヘッツで、なんかあれだっけ、クリアしたことによって、めっちゃでっかいさ、なんか吐息を吹きかけ、いた、噂をすれば奴がいるってやつだよ。吐息を吹きかけるやつがさ、なんか近くにいるんすよ。よいしょ。あれ違うな。お兄さん元気？どうした？おら、一体何してたコロ？なかなかフォローにならない、スマホでのところまで覚えてんだけど、どうしてこんなところに座ってるんだコロ？俺が落としてやったんだよ。ここはあれなんだな、普通に雪玉がないだけで平和だな。で、魔物はいるのかね。あ、いるんだな。あ、でもウルトスに変わってんだ。へえ。よいしょよいしょよいしょ。どうしよう、ドンゲーロやる。あー、ここまで来たらドンゲーロとかやっといた方がいいよね。でも、あ、そっか、明日にはなんか大ゴロン島じゃないや、なんだっけ、大きなゴム袋が手に入るみたいな話をしたから、多分、あ、3日目になってどうなのか分かんないけど、売ってるんじゃないか。緑色の髪の毛とか、お前千葉にゃんかよ。もしくはロバートの秋山、秋山だっけ、違う、ババか。秋山あれだ、お腹でっぷり太っちょマンだった。それを生かしてね、うまみやさんとかそういうの生なの真似したりとかしてるわけだからね。体格をバカにするとかじゃなくて、体格をね、生かした芸をしてるっていうのがマジですごいんですよ、あれって。うん。俺あんな発想出ないもん、普通に。うん。やっぱり筋骨隆々というか、割れた腹筋で頑張りたいっていう思いが強いから、あそこまで逆にね、自分の体格をちゃんと把握してゴリッとしているっていうところが、素晴らしいなって、うん、尊敬 に値するって言ったらなんか偉そうだけど、尊敬しますよね。なかなか吹けないんだよ普通にな。あ、ちょっと待って、あ、しまった。あー、3日連続であれだ、クロックタウンのさ、ハニーとダーリンのクソゲームをクリアするの忘れてた。もう今多分夜中だからやってないよね。やってんのかな。あとまだ1時間あるよね。行ってみよう、行ってみようかどう。やってたらすごいな。24時間営業だったら、あいつら風呂にも入らないで24時間あそこで踊ってるってことだろ。うっす。どうでしょう。ですよね。そりゃそうだよな。だって夜はだってやることやんないといけないもんな。ハリーとダーリーだろ。やることやんないと。いらっしゃいませ。会員証を見せください。あ、会員制だったっけ。あれどこで手に入るんだっけ。あ、そっか、あれだよ、牧場に行って、おっぱいに包まれたら手に入るやつだ、確か。あとはだからマニアってなんかあるっけ。お邪魔しまうわー。
めっちゃバカにされた。とりあえず仮面かぶってたらあかんとこだな。いらはーい。お前何も売ってへんやん。ほんまカスみたいな店やな。後ろのアイアンナックでも売ってみろってんだ、バーロー。そろそろお馬ちゃんが欲しいところだよねー。パラパパパパパパ。あ、うわ、ここ24時間営業なの？やる気のない人がいるけど。いいわ。なんか、お前から買いたくない。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。私と一緒にファービーダンスないしないって。頑張ってくれないとセレス。あ、ってここ24時間営業なのかい。いらっしゃい。オッケー、入荷したばっか。チャラチャ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 ラチャ。30個まで持てるようになった、嬉しいピッピー。そしてボム中も、あ、ちょっと待って、足りなかった、ごめんごめんなさい。足りないなら怒られても仕方がないということで、じゃあ最大ボム袋手に行きましょう。なんや妖怪な。ちょっと預けない。あ、でもあれやな、逆に預けるか。預けて、で、逆に、200ルピーをパッとは、あー、これがうまいですね。で、何ボールすんや。なんかめっちゃ切れられてる。は？手数料？舐めてるやろ、こいつ。お前、俺の金やぞ。で、金利もつけへんくせに、ぶち殺す。あかん、もうなんかもう悪い言葉しか出てきてへん。右スティックの入力がむずすぎんねんけど。はぁ、疲れたーにしても。とりあえず山里でいいのかな。南海キャンディーズです。熱いわー。マジで熱いわ。全力で喋りながらさ、ゲーム実況やってるじゃん。で、この夏でしょ？もう夏じゃん。6月なんてもう夏じゃん、もう毎年。そうなったらもう暑いじゃん？あれ、今何月だっけ？ 7 月だっけ？これ何？これ何よ？ん？わぁ！すっせんでした！ごめんなさい！あった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 ！びっくりした。おおおお、なんでこんな真っ黒クロスケと真っ白白スケが出てきてんの。ちょっと待って、丸まって、あれ、ちょっとボタンが反応して、ボタン反応して。おお、そして何も出してくれない。もう本当にびっくりした今。何あいつら、ボヨヨーンと空ゲーマー言い上がって。時間言えや、おめえの役割時間言うことだろ。あ、ここに来るのね。でもさ、もう温泉いらなくない？なんなら燃えてるし、あれ。カンゴン。あ、ちょっと待って、なんか穴がある。穴があったら入りたい。穴があったら入れてみたい。あお！これ何？ルピー？まあ、どうせ毎回か、ですよね。もうそんな気しかしなかったよ。じゃあいいや。パンコーン。じゃ、とりあえず、どん、え、ちょ、逆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 。ドンゲーロ様に会いに行くための手段は、あいつら毎回復活してくるのか、うぜえな。あ、そっか、一回あるか、マップ切り替ったからだもんな。あ、ちょっと待って、ドンゲーロ様に会いに行くための、あれ、カエル、ぴょこぴょこ、ぽこぽこは？あ、これ、溶かす前じゃないとダメなのか。だから、溶かした後だから、あいつ沈んじゃってんだ、多分。で、この岩破壊するとなんか手に入る？なんで画面がちっこくなっていくんだ。最後の朝。タッタッタピーピーピーピキピキ。ちょっと待って、岩が復活してんだけど、怖い怖い。よし、じゃあ行きますか。うん。体力も限界でございますよ、本当に。まあ、とりあえず、壺が2つ手に入ってよかったね。
邪魔な狼さんだな。で、ここの穴あれだった。あー、ない。あ、でもあれなんだね、体力は減らないんだ。それが分かれば安心です。ちょ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 、こんな狭いところでそんな変身するんじゃないよ、怖い怖い。まさかのあそこでボインとなるとは危ないです。とりあえず200ルピーを持って、お兄さんお兄さん、僕と一緒に踊りませんか。うふふ、はい、オッケー、ルピー、タラタタタタ、オッケー、40個まで、バイドピーで、バイドピー、わしゴロン、普通なら1000ルピー、ちょ、もう持ってんねん。で、マイドピー、わしゴロン、これだけではわし、こいつに変身した方がいい。まだこのところ仲間にあるとは、わしゴロン専門でボム袋ってのは本当は地元に戻ったい。あ、地元沼なんだ。じゃあ地元に戻してあげましょう。じゃあこっちこっち、どうぞ、入っておいで。てか、なんか権利書とかってなんかあれだね、結構ゴリッとなんか大変だね。コポッパ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 、バイバーイ。いつも思うけど、あれ本当何が詰まってんだろうね、あんなに荷物足元に。大変だよね。じゃあ潜りましょう。で、どこだ、うぅ、あー、目の前にあったわ。ちゃっちゃっちゃちゃちゃー。あ、今これで半分だね。オッケー。じゃあとりあえず、とりあえずクロックに戻って、で、3日目になっているので、あれです、牧場が空いてるんですよ。大爆弾を手に入れなくても3日目になれば牧場が空いているので、本当であれば1日目にね、クリアしておくべきところもあるっちゃあるんだけど、まあ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 、まあ、いいでしょう。オッケー。じゃあ、ちゃ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 、どっから出てくるのがいいんだっけ、ここか。ちょっと待ってね、ゴロンになってゴロンゴロン、よいしょ。ちょっと待った、これとか、あ、ちゃ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 、こうだ。オッケー。ちょ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 、アイテムの切り替えがね、時のオカリナと比べてさらに激しくなったからね。ちょく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 、ローマに牧場はこっちから。とりあえずムカつくやつぶち殺しておきましょう。あいつなんだっけ、なんか光の矢でぶち殺したらなんか50ルピーとか200ルピーとかめっちゃくれるやつじゃなかったっけ。間違えた。うわー、ピッ、パカパカパン。オッケー。で、とりあえずあいつがね、2日間かけてゴリってやってくれたんだよね、すごい頑張っただよね。オッケー、降りてきてます。おしゃべりしましょう。あ、お主こんにちは、妖精さん、チンクルの書いたマップ買う。ちゃちゃかちゃーちゃちゃらちゃちゃー。オッケー、じゃあまた呼んでねー。あ、ごめん、あ、今画面見ないままさ適当にやっちゃったんだけど、よかった。ういしょー。おーおーおー、揺れる揺れる、世界は揺れる、ブーン、パンパパンパンパンパパンパンパパンパパン。え？なんかすごい今なんかやばいよーって顔してたけど大丈夫？これだってあれっす。あ、あれ？あ、そういうことね。あーパーパパー。はい、馬を取り返しに行きましょう。あったの馬じゃないの？そうなんだよね。で、こいつさ、連れ去られた後だから、すげえぼーっとしてんだよね。ほら、もう一発やられて、もうお嫁に行けないって。大丈夫？あれ？君、誰？だっけ？パンパカパカパン？ダメか。
あーもうダメだ、3日目になるとあれなんだ、エポの救出できないのか。じゃあそっか無理か。あーついね。そっか、じゃあここに来た意味ないね。帰るか。ブレーメンのお面も持ってないしな。ブレーメンのお面ってどうやって手に入れるんだっけ。あのルルルルルぐらいやつだっけ。ちょっと覚えてないな。とりあえずじゃあ傲慢なやつらをぶちのめしに行く。あでもあれちゃう、あれはダメだ、あれも馬手に入れてないダメなんだったっけ。じゃあこのパート何しよう、全然覚えてない。何する、何したらいいか。とりあえず意味ないけど号令の音楽でもかけてみる。パーパーパーうんだかたったかピーってやる。ちゃ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 あ、じゃあ、パコン。別にな、倒したところで何も意味ないもんね。今入れないしな。あ、ちょっと待って、え？声出すの？こいつら。いやー、グロいな。あー、なるほどね。これはあいつになってからじゃないとダメですね。仕方がありませんね。ちょ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 。ね、ちょっと待ってね。うまくできるかな。これやったことないんだよね。あ、ダメか。ちょっと早いのかな。もっとギリギリか。よいしょ。ちゃうちゃうちゃう、ただただ食らっただけ。よいしょ。ダメです。俺にはうまくできる気がしません。ちゃんと正規のルートで手に入れてから来ましょう。となるとどうするかだよな。何しよっかな。邪魔だな。これでもやる？これってでも、ルピー稼ぐだけで、ハートのかけらは出てこないよね、確かね。そうなると何する？特にすることもないだろうから。一旦じゃあ、いつもより早いけど、今回終わりにしましょうか。ごめん、なんか結局後半何もしないままここまで来ちゃったんすけど、まあそういうこともあっていいんじゃないかなと思うので、そうだね、マジでやることないよな今な。うん、馬は初日に手に入れなければならなかったところね。 OK、 じゃあすいません、中途半端なところで大変恐縮なんですけれども、一旦ここで終了とさせていただきたいと思います。次回パートはですね、またあの初めから、あ、そうですね、あの最初の朝からやり直していくというところから進めていきたいというふうに思いますので、こうご期待ということでお願いいたします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。